こんにちは、デリッシュキッチンです。スフレプリンを作ります。砂糖 60g と水大さじ1を鍋に入れ、中火で熱し、薄い茶色になったら火を止めます。お湯大さじ1を加え、鍋を回して全体になじませましょう。無塩の溶かしバターを塗った型を用意し、鍋の中身を流し入れます。別の鍋を用意し、薄力粉大さじ2と砂糖大さじ2を入れて混ぜましょう。牛乳 200cc を少しずつ加えながら混ぜます。中火にかけて混ぜながら加熱しましょう。鍋の周りに小さな泡が出てきたら弱火にします。とろみがついたら火から下ろしましょう。無塩バター 20g を加えて混ぜて溶かします。粗熱を取って卵2個分の卵黄を加え混ぜて冷まします。ここでオーブンを180度に予熱し始めましょう。卵2個分の卵白は冷蔵庫で冷やしておき、サラサラの状態になるまで混ぜましょう。塩少々を加えてふんわりとするまで混ぜます。砂糖大さじ2を2回に分けて加え混ぜましょう。ピンと角が立つまでしっかり泡立てます。卵黄生地にメレンゲを3分の1量入れて混ぜましょう。残りのメレンゲに卵黄生地を加えて、そこから持ち上げて切るように混ぜます。生地を型に流し入れ、5センチの高さから 2,3 回落とします。型をバットに乗せ、お湯を底から2センチ程度の高さまで注ぎます。オーブンの天板に乗せて180度に予熱したオーブンで30分焼き、160度に温度を下げ10分から15分焼いて粗熱を取ります。冷蔵庫で1時間以上冷やして完成です。以上、デリッシュキッチンでした。